こんにちは。今日はコストコフェアをしていたので、一つ買ってきました。フレさんがね、これ美味しいよって言ってたからね、それを買ってみました。それが、これ、歌舞伎揚げ。なんか、一回は食べたことあるんだけど、ちょっと忘れちゃった味を。で、3種のフレーバーらしいです。開けてみます。じゃーん。お、これは中身がわからないぞ。銀色のやつ。ドドン。銀色のやつ。わからんぞ。これは何味か。何が出るかな。これでも1個開けると、全部開けたらあれだよね、湿気るやつじゃないかな。じゃあこれをちょっと開けてみたいと思います。銀色ガチャかな、これ。よいしょ。チョキ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 。ドドン。いろん。醤油味。それが、あ、なるほど。一袋に三種あるんだ。あ、これは便利だ。なにこれ。道が見えん。焼きエビ。焼きとうもろこし。で、醤油。へえ。じゃあちょっと食べてみたいと思います。美味しいって言ってたからね、味は間違いないと思うんだよね。醤油。わからなくなる。今日寒いからね、さっき暖房つけたら一気に暑くなっちゃった。フリース着てるからね。しかも水道ひねったらね、お湯が出てきたよ。外は暑いんだね、今日晴れててね。これが焼きエビか。ではまず、焼きエビを食べてみたいと思います。これね、いただきます。うん、ほんのり甘くて、醤油の中にエビ感はあんまり感じないけど、美味しい。次が焼きとうもろこし。あ、ちょっとね、エビせん、某エビせん風味の味がするかもしれない。焼きとうもろこし。うん。これは、あ、とうもろこしだなっていう感じ。塩っ気のある焼きとうもろこし。お茶。うん。これはこれで、塩気があって美味しい。甘さはないですね、塩味で。これが醤油。いただきます。これ一般的なのかな、醤油。うん、全然辛みはなく、
ほんのり、まあ、醤油の普通の、至って普通のおせんべいって感じです。うん、どれも美味しかったです。異常だ。